はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神10戦編です。今日でログインが、882日目ですね。はい、現在2021年11月15日の、15時8分なんですけども、今回はですね、まずお知らせの方からね見ていただこうかなと思うんですけども、選手追加で 2021OB ダルビッシュセレクション新登場ということでね、ダルビッシュセレクション来てます。はい、僕ガチャはもうスルーしますね。はい、阪神はですね、このアカウント阪神純正だけでやってるんですけども、阪神はランディ・バースさん来ましたね。ランディ・バース選手、まあ、僕一応ね2019の OB のバース選手持ってるんですけどね、まあ、ぜひ欲しいのは欲しいんですけども、ちょっとね、なかなか難しいんでね、取るのがね、まあ、今回はスルーしようかなと思ってます。スルーします。はい、あとスカウトですね、おいてる様1回限り、今回は S ランク選手1人確定、無料で引ける10連プレゼントスカウトおかわりということで、今回これ最後にやりますね。はい、でイベントがスターロード来てます。スターロードのね累計報酬でね S ランク OB 契約書ダルビッシュセレクション、もらえますんでね、もうぜひこれでね、この累計でバース選手来てくれると非常に嬉しいんですけども、まあ、一応そのスターロードですね、1週間のイベントでしたっけね、イベント説明はそうですね、はい、11月22日月曜日の14時59分までということで、1週間のイベントですね。まあ、イベントとしてはねおなじみのイベントですけども、まあ、報酬の方で、まあ、A ランクのね、OB とかはないみたいですね。ざっとさっき見たらなかったんで、まあ、累計スターポイント130万ですかね。 S ランク OB 契約書ダルビッシュセレクションこれありますんでね、まあ、累計に今回はかけたいなと思ってますんで、ぜひ最後ねバース選手出てほしいなと思ってます。はい、まあ、投手クリア人数の方もこういう感じですね。この辺はまあいつも通りかなという感じですね。8人で、最後に20エナジーもありますんでね。で特別報酬、最強の証明で勝利するとこの辺りももらえますんでね、まあ、きっちり、まあ、あんまりねスターロードはエナジーを使うことないというか、そうですね、自然回復のみでできると思うんですけどね、まあ、ちょっと最後のね累計報酬 S3 個 OB 契約書に入り欲しいなということで、ちょっと急いでしまうかもしれないですけどね、その辺はちょっと自分で抑制して、なるべくエナジー使わないようにして、最後飛びたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、まあ、バース選手一応ちょっと能力見ときましょうか。まあ、ガチャはしないんですけどね。はい、まあ、一応ね2019のと見たんですけど全く同じでしたね。守備がファースト D 弾道アーティスト、ミート88、パワー85、走力56ということでね、非常に素晴らしいですね。で僕、まあ、2019の持ってるんですけども、ホームランもめちゃくちゃ打ちやすいんでね、いつも V ロードで使わせてもらってます。はい。で、まあ、守備の方はこうですね、意外とレフトとライトね、一応 F ですけども一応守れますね。はい、守備の方も変わってないですね。特殊能力も一緒でしたね。超アーティスト、広角打法、アベレージヒッターですね。はい、打率3割8分9厘、本塁打47本ってね、すごいですよね。はい、このバース選手ね、まあ、累計にかけるしかないですけども、ぜひスターロードの累計、頑張ってねやって取りたいなと、来てくれればなと思ってます。はい、それでは、最後にこれですね、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト、10連プレゼントスカウトおかわり、 S ランク選手1人確定、このガチャやりたいなと思います。無料10連やります。まあ、このアカウントね阪神純正だけでやってますんで、もう阪神の選手来てほしいなと思ってます。まあ、途中でね A ランクとかも来てほしいなと思ってます。それではいきます。無料10連阪神の選手お願いします。阪神来い。さあ阪神来てくれ。さあどうでしょう。 S ランク以外もね A ランクとかもじゃんじゃん来てほしいんですけども、うん、演出悪いな。 S ランク来ますよね。はい、すごい渋い演出やな。さあちょっと A ランクも来い。んー、ないか、ないか、ないな。いやー渋いな。最後だけですね。はい、オール B でここまで来ました。はい、最後 S ランク阪神の選手お願いします。うん、小島選手、小島選手でしたよね。ロッテシリーズ2ですね。はい、小島選手やったと思います。はい、うん、残念やな。はい、
大島選手でしたよね。はい、大島和也選手ですね。はい、ロッテの選手でしたね。はい、残念です。まあ他全部 P やったもんね、ちょっと残念ですけども、はい、まあしゃあないですね、無料10連なんで。はいはい、まあ今回こんな感じですけども、今日からねスターロード6日と23時間1週間のイベントですね、始まりましたんでね、もう最後ね累計でランディーバース選手取れることをね夢見て頑張っていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。